僕の使っているグローブはフリカバリーです。これも本当にそのソンリョン選手に紹介していただいたんですけど、幅広いのだったりとか、フィットするようなあのタイプだったりとか、まあグローブって結構種類あって、まあ自分はちょっとこうフィット感ある方が、あの指の感覚があってキャッチしやすくて、まあでもなおかつこう手のひらの余裕はあるっていうモデルが良かったんで、もう完璧なグローブで、本当にそれがプリカバリーであったので、それを選ばせていただいたんですけど、こっち側まで手の甲の面の方まで、こう人差し指と小指があるモデルなんですけど、これが非常にキャッチしやすくて、もう本当にあのちょっとしたズレでもうまく入ってくるっていうか、うん、もうこのグローブになってから本当にキャッチミスっていうのが少なくなったかなっていうふうに思いますし、まああと色とかもこうデザインさせていただいてるんですけど、最近ではあの黒のラバーだったりとか、まあ白のラバーがいい時は白のラバーお願いして、こう名前も入ってますし、背番号と名前をフルネームで毎回入れてもらってます。本当に一番使いやすいグローブですね。まあ一番最初はちょっと赤が良かったので、赤に黒ラバーでお願いしますっていう風に頼んで、で今回はこのオレンジとグレーの配色プラス白ラバーだったんですけど、それの黒ラバーバージョンっていうのを作っていただいたんで、今の時期はこれを使ってます。黒と白だからといって別に何も変わりはないんですけど、もうこう見え方とかですかね、やっぱりチームがソックスの下が黒なんですけど、うん、それでやっぱ手も黒の方がいいかなっていう風に思って、やっぱキーパーってなんかスパイクだけじゃなくてグローブもやっぱあるんで、こういうそういうなんだろう、コーディネートっていうか、はい、そういうのも結構なんか楽しめたりするかなっていう風には思います、ね、このグローブに関してはどんなにこう指先がちょっと古くなってきたかなって思っても、それぐらいがちょうどいい時もあるので、あの雨の日とかにはちょっと使い古したグローブを使ったりして、それで調整してるんですけど、はい、夏場とかはやっぱりあの汗とかかいたりして、あの僕の場合アップ用と前半用後半用に分けて3つ使うんですけど、はい、全部ちょっと使い古したやつの方がこう滑らなくていいっていうか、まあ、基本的にはあんまり滑らないんですけど、少し使い古した方がいいので、そんなには変えないですかね、試合用は。ちょっと、糸がほつれてきたらちょっと変えるかなぐらいで。大体は2ヶ月、3ヶ月は同じグローブでやってますね。本当に水洗いだけで。昔からそうなんですけど、ベリーソープとか、石鹸とかで洗ってしまうとなんかこう、ボロボロになるのが早いっていうか、滑らせたくないんで、できれば。水洗いが一番最適かなっていうふうに思ってるんで。水洗いして、ちゃんと干して、もう次の日には大体使える状態になってるんで、そんな感じですね。